抜きは、借款法における質量の単位、また、江戸時代以前の通貨の単位である。質量単位の抜きは、専門目にあたり、明治時代に一貫イコール正確に3 7 5ラムと定義された。江戸時代の一貫は奮闘及び、低貨幣の実測によれば平均して3 7 3 6ラムで、年代を通じて、ほぼ一定であったが、江戸時代後期に、 やや増加して 3.75kg を超えたという。通貨単位の抜きは1000分、100匹に相当する。これらを区別するため、質量単位の方を、感目、通貨単位の方を、抜き分という場合もある。抜きは現代日本では、軽量法上の、非法定軽量単位であり、取引、照明に使用することは禁止されている。 抜きの千分の位置である門目は、ひらがな表記の門目として、真珠の質量の計量に限定して使用することができる。抜きとは本来は大量の銭を形態するために銭を束ねた道具、洗顔のことで、材質によって糸抜きと木抜きが存在した。抜きの存在は式にも記されている。銭の中央に空いている穴に、 抜きや紐を通して千枚を一組としておくということがよく行われた。義則明が、感所の中に、差しとは、糸で銭を貫くことを指し、一巻が千枚であったことが記しており、この頃には一巻を銭千枚とする風習が存在していた。その後、遅くても南北朝時代までに、所定の動線をまとめた、銭がの一種の通過単位と認め、通過単位としての、 間が成立する北朝北儀では、人情、大本隅が、広島平年間に銭を使うときは、選挙にまとめて使うものであると上層文の中に、印、南朝少量では、鉄線発行による物価投機によって、大同年間には銭を使うときは、鉄線を荷車に乗せてただ抜きの数だけを数えて、やり取りをしたという。このため、六世紀前半が、通過単位、 間の成立期であったと考えられているただし、古くは1000枚を一組とする場合の他に100枚を一組にする方法も存在しており、北朝では前者が南朝では後者が主として行われていた。すなわち、北朝では今日知られる一巻イコール10イコール1000分であったが、南朝では一巻イコール1拍イコール100分であった。 それが一貫イコール千枚に統一されたのは北朝系の隋による中国統一以後であったと考えられている。後に転じてその銭千枚分の質量が質量単位としての抜きとなった。日本では一文銭の目方であることから門目と呼び千門目を一貫とした。すなわち先に門目という単位があってその千倍の質量として抜きが定められたものである。しかし、 メートル条約加入後の1891年に制定された土量工法では、一貫は国際キログラム元気の質量の4分の15と定義され、門目はその1000分の1と定められた。借款法における他の質量の単位は以下のようになる。質量単位としての抜きは日本で作られた単位であり、中国では1000より上の単位として量、金、単が使用され、 抜きは使用されていない。ただし、朝鮮では、大韓帝国時代の1909年には、日本式の土壌工法が定められ、この時に、日本の、門目、官ももたらされた。氷量銀貨の通貨単位としては、質量の測定値である抜き及び、門目がそのまま用いられ、こちらは、銀千門目が、銀一貫となる。氷量銀貨の通貨単位についての詳細は、門目を、参照。 岩田茂雄、軽量子研究、金星における、質量標準の変化、日本軽量子学会、1979年、宮沢智之、仏教大学大科寮文化総書16、中国道線の世界、戦火から経済史へ、ISBN 978から4から784213467第6章、貨幣谷、文、漢の成立。ありがとうございます。